柳沢です。本日は月末のですね、土曜日、何かとお忙しい中、このように大勢の皆様にですね、ご参集いただきまして大変ありがとうございます。また日頃ですね、講演会のためにご尽力いただいておりまして、この場をお借りしまして、御礼申し上げます。さて、選挙ですね、今度の選挙、なんで今やんなくてならないのかなと思うのは私だけでしょうか。私はですね、それでこの選挙は福田昭夫さんが小選挙区で、勝利し、国のため、地元のためにですね、仕事をもう存分するための選挙じゃないかと考えております。このチャンスをですね、ぜひともせっかくもらったチャンスでございますから、ものにしてですね、少しでもいい政治をですね、昭夫さんに託したいと思います。それでは皆様にですね、今後ともの お力添えをお願いをいたし、開会のことはといたします。